イアン・ウィリアム・リドパス、イアン・ウィリアム・リドパス、1947年5月1日、エセックス・イルフォードは、天文学の普及者として、また聖座誌の電気作家として知られる、イギリスの科学作家、番組出演者。UFO の会議論者として、1980年12月の、レンドル・シャムの森事件を研究、解説した。リドパスは、イルフォードのビール・グラマースクールに通い、 学校誌のために、天文記事を書いていた。出版業に身を投じる前は、ロンドン大学天文台の月研究グループの女子として働いていた。彼は現在ミドルセックスのブレントフォードに住んでいる。彼は1970年代から1990年代にかけて、LBC ラジオの宇宙専門家であり、また BBCTV の番組、ブレイクファストにも出演した。彼が最初に、 レンドルシャムの森事件を調査したのは、ブレークファストのためであった。地球外生命と、星間旅行をテーマとする初期の著書、ワールズビヨンド、メッセージズフロムザスターズ、ライフオフアースなどで、UFO 研究に取り組んだが、やがて怪奇的となり、レンドルシャムの森事件についての調査結果はさらに、UFO 会議論者としての立場を補強することとなった。 マリ共和国のドゴン族が高度な天文学的知識を持っていたとする、いわゆるシリウスミステリーに関しては、最も早い段階から会議的立場からの解説を発表していた。彼は、オックスフォード天文学辞典とノートン、エススター・アトラスの編集者であり、またザ・マンスリー・スカイ・ガイドや、コリンズ・スターズ・プラネッツ・ガイドのような観測ガイドの著者でもある。 これらの観測ガイドは、オランダの星図製図制作者、ウィル・チリオンによる製図付きで、共に、四半世紀以上にわたって版が重ねられている。その他の著書として、星座の起源と神話についてのスター・テイルズ、そして、子供向けの本で第5版まで版を重ねている、エクスプローリング・スターズ・プラネッツがある。その他、ドーリング・キンダーーの百科事典、ユニバースの寄稿者であり、 また、イギリスの機関誌、ポピュラー・アストロノミーの編集にも携わっていた。2019年現在は、天文学史学会の学会誌ザ・アントク・アリアン、アストロノマーの編集者である。彼が制作した、プラネタリウム番組、プラネット・アースは、1993年2月から1995年1月まで、ロンドンプラネタリウムで上映された。これは、 ロンドンプラネタリウムオリジナルのタイス工学プロジェクタを使用した最後のプラネタリウム番組だった。2016年に設立された国際天文学連合の構成の固有名に関するワーキンググループに天文学士の研究者としてワーキンググループのメンバーに名を連ねている。2012年に彼は公衆の理解と天文学の評価への顕著な貢献のために 太平洋天文協会のクルンプケ・ロバーツ賞を受賞した。1990年にはザ・ジャイアント・ブック・オブ・スペースで科学書のためのアベンティス賞を受賞した。彼は1993年から1995年までのアイダ・ポリテクニック・マラソンのレースディレクターを務めた。その職にあった1994年、それまでポリテクニック・マラソンの勝者に授与されていた。 スポーティングライフマラソントロフィーの所有権をめぐる論争に巻き込まれた熱心な宇宙切手の収集家でもありアストロスペーススタンプ協会の会長でもあるありがとうございます